全然違う。どうも皆様こんばんは、セゴリタ三世でございます。さあ今日ご紹介する商品はこちらです。タイガーの JRX-T100 です。さあこちらはですね、タイガー100周年記念モデルで、うちは人が多いんで 5.5 号抱きのモデルですね。 3.5 も選べるというものですけれども、前回もですねタイガーの炊飯器を買っています。2016年、まだ顔出しはしていない時ですね。あれをねずーっと使い続けたんだけど、土鍋がね剥がれるようになっちゃったんですよ。長く使い続けたんで新しいものをということでビシッと買いました。こちらメーカー直販で買うと137,500円するというとんでもない炊飯器。高いなと思うかもしんないですけど、前回もね自分で買ったんで、だいたい10年使えるらしいんですよ。で換算すると1年間で8,000円、朝晩食べることを考えると逆にコスパがいいというのが僕の結論でございます。マジで幸福度上がるから。俺もとんでもなく古い炊飯器を使ってたんですけど、ほんとに幸せになったんで、ということはですフラッグシップはもっとすごいんじゃないかというところでございます。さあ果たしてどんな味がするのか、これから皆様と一緒に見ていきたいと思います。というわけで行っていきましょう。はい、というわけでこちらがですねタイガーの JRX-T100 です。一気に開けていきたいと思います。せーの、はい、というわけで出てきました。めちゃくちゃかっこいい。やばー、これまずね入ってたものは各種書類一式、1号炊き専用の蓋ですね。これはね 5.5 号炊きにだけついています。それとしゃもじですね、このように立つので置き場所に困らなくっていい感じ。そしてこちらが本体になるわけです。上には大きくですね画面ですねがついていて、タイガーという風に入っています。で左側から取り消し、炊飯無洗米予約で、下からですねタイガー100周年記念モデル土鍋ご褒美炊きという風に書かれてます。これは使う時剥がしちゃっていいっぽいね。で上にはですね蒸気が逃げる口があって、でここを押すと、おお、わあおしゃれ、こんなにおしゃれになってんの今。このつまみを持って外す、ああ外れた外れた、簡単。すごいね、でもお手入れ確かにしやすそうだ。そんなに凹凸もなくって洗いやすそうでいい感じ。こういう風に簡単にね外せると、もし何らかに劣化したとしてもね、また追加で購入できるっていうのもいいっすよね。それと計量カップ、土鍋だ、うわーかっこえー。あ、でもだいぶ軽くなったわ。レビューサイトとかを見るとですね、結構これが重いとかっていうのがあったんですけど、いや全然軽いよ。うちで使ってるやつの方がめちゃくちゃ重いけどな。で後ろ側に電源ケーブル入れるということみたいです。ちなみにこちらがですね2016年に買った炊飯器ですよ。これでもね十分満足だったんですけど、中がねもうこんな感じでですねだいぶ剥がれてきちゃってるんですよね。なんでこれちょっとよろしくないなと。で2016年、もう今から7年前なんで、アプリももちろん使えないし、これは使えるようになったりとかしてるみたいですよ。はい、じゃあ電源入れましょう。ぐさっと、おーついた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 、おーいいね。なんかだいぶ文字も大きいし見やすいしシンプルですね。はい、というわけでアプリともですね接続することができまして、いろいろ出るようになりましたね。料理こんなのありますよとか、ご飯の豆知識とかね、今まで何合炊きましたよとか、あなたへのおすすめ人気銘柄ランキングとか、へーすごいね。残りのお米の量とかも全部分かったり、お米瓶の設定だって、お好みの食感を選べるとか、すげえ、こんなことできへんの。 Amazon で買うこともできたりとか、まあ今準備中みたいだけど、まあヨドバシとかそういうところでも買えるんだって。へえ、とりあえず普通に炊くわ。普通に炊いてみてちょっとしばらく使い続けましょうかね。はい、というわけでそれぞれ2号をセットしてみました。これでですね味をね比べていきましょうか。僕が以前買った方、これはね極うま白米で行ってみて、こっちは普通の白米、まあいろいろ細かく設定できるんですけど、まあ、とりあえず試しでね行きましょうか。じゃあせーの、うりゃ、はいはいはい、始まりました。ああ光ってる光ってる、かっこいい。こんな感じで光っておりますよ。非常にかっこいい。炊飯が終わりました。はい、そしたら以前使ってたものから開けていきましょう。ポチッとな。
いい感じ、いい感じ。いや、こっちもね、普通に美味しいんすよ。ご飯もね、こんな感じで非常に粒立っているし、全然問題ないかなっていう感じではあるんですよね。はい、そうしたらじゃあ新しい方です。開けていきましょうか。ほい。あ、いい感じじゃない？動画上でね、伝わるかわかんないですけど、ご飯がね、潰れてないんですよ。これは食べたら結構味に違いが出るんじゃないかな。とりあえずじゃあ2つ並べて食べてみましょうか。以前のものからね、食べていきましょうか。やっぱり粒立ってないんだよな。まあ、こっちも十分美味しいんですよね。じゃあこっちいきます。うん、全然違う。すごい、ふわふわだ。米の一粒一粒がね、本当によくわかります。以前の方はね、普通に美味しいんだけど、全体がこう調和してるっていうか、一粒一粒の存在感はね、わかんないんだよね。でも決してまずいわけじゃないよ。こっちも十分美味しいですよ。でこっちはね、うん、やっぱ潰れてないんですよ。めちゃくちゃうまい。はい、というわけでですね、僕、しんくん、そしてうちの嫁さんで、あとうちの娘とかもいますけれども、みんなで食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。いただきます。どうですか、違います？ふっくらしてます。すごいなんか言わされてる感が。うん、違う、うん、ちょっと見た目が新しい方は硬いかなっていう風に見えたんだけど、うん、新しい方は一粒一粒米がね、立ってるんですよ。今まで使ってるのもお米は立ってたんだけど、中がね、ぐにゅって潰れる感じがあったんだよね、うんうん、だけど新しい方は中もホクホク、味が全く違います。米は一緒ですよ。そう、うちの実家から送られてきたやつですよ。この違いね、すごいわ。チンクはどうだった？僕はもうふっくらしてるしか分かんなかったですけど、でもなんか最初のその噛んだ感じがやっぱ違った感じはしましたね。うんうんうん、こっちはまずくはないよ、全然、うん、最初に俺らがさ食べた時感動したじゃん、うん、だって今まではさ、リサイクルショップで買ってきた炊飯器使ってたから。そうなんだ。あれ、うちの弟がね、すごい感動したんですよ、これも。でもこっちも全然いいと思う、俺はね、うん、今現在の違いはね、こんな感じで出たんですけど、しばらく使います。しばらく使い続けてみて、果たしてどうなのかっていうのをまた皆さんにご報告したいと思います。というわけでまた。はい、というわけで炊飯器買ってからしばらく経ちましたよ。最初使い方分かんなかったんですけど、もう完璧に理解できたんで、いろいろ言っていきたいと思います。まずアプリなんだけど、このようにトピックですよね、バーっと、まあ、豆知識とか、あとは炊飯の履歴とかもね、バーっと出るようにはなって、今までで15合炊きましたっていう、まあこれは変わってないんだけど、お米の銘柄設定ですよ。これはね、絶対やった方がいい。最初わけも分からず炊いたんで、ちょっと硬かったっていうか、まあ美味しいんだけど、もうちょっと水分あった方がいいかなっていうところもあったんですよ。ここからですね、自分が買ったお米をね、選べばいいわけですよ。コシヒカリとかは結構産地によってね、味が変わるんで、これね、すごい大変だったと思う。あとはこのようにお米を補充すると自動で残量を管理。これはね、勤め人の人とかすごいいいと思う。僕は家にいるんで、米もね、定期的にないかみたいな感じで連絡が来るから、なくなったら連絡すると届くんでね、そんなに定期的に買う必要はないんだけど、まあ、忙しかったりすると今どれくらいかっていうのを忘れちゃったりするじゃないですか。これを見ればですね、あとどれくらい残ってるかつが分かると。もちろんですね、お米瓶っていうものもあるんですよ。で、 Amazon とか、まあ、上新とかそういったものから自分が買いたいお米っていうものを、まあ、定期登録しておけばですね、このお米を届けてくれるっていうものもあるんで、すごく考えられてるということで、買って使い続けて分かったいいところ、残念なところ言っていくと、めっちゃ米うまいから、本当にうまいから、一つ一つ米の味が分かるんで、旅館っていうか弁当屋というか料亭っていうかね、本当そういうところの米ってうまいじゃないですか。それとね、全く同じものが食べられるんで、これだけでね、幸福度は一気に上がります。あと米の銘柄設定ね、その銘柄によって炊き方を変えてくれるっていうのもすごくいいし、あと通知してくれる、なるべく炊きたてがいいじゃないですか。だからお米研いでセットしておいて、残業とか遅れてもあとちょっとで帰るなっていう時ポチって押せばですね、まあ、炊きたてが食べられるっていう。あと1合炊きもできる。これまだやってないんだけど、うち人数多いから。でも一人でね、ご飯食べなきゃいけないっていう時にも、それに適した炊き方ができるっていうのはやっぱ素晴らしくいいなっていう風に思いましたね。で、そうね、まあ、あえて残念なところを言っていくと、アプリの精度がいまいち。これはね、早急に直した方がいいと思う。例えばこの左上の矢印あるじゃないですか。普通これ戻るボタンじゃないですか。ちょっと戻れないんで、いちいちアプリを落とさないといけないですね。これマジ直した方がいいと思う。この位置にあること自体が、まあ、そもそもいけてないのか、もっと下の方に置くとかね。方法いくらでもあると思うんだけど、ちょっとここ残念だなっていうのと、あと値段。公式で買うと13万。量販店で買っても8万なんで、まあまあ勇気いりますよね。僕は看護師バリバリで働いてる時にこれ買うってなったら、
すげえ勇気いたと思う。いやマジか怖えっていうことになったかなと思うんだけど、その価値は十分あるね。米はね1日2回、まあお弁当の人の場合は3食食べるわけですから、その米がね毎回美味しいんだっていうのを考えると幸福度が本当に上がるんで、しかも10年は部品をですねちゃんと保存してくれるっていうことだから、10年間は使えるわけだからね。そうすると1年間でだいたい8000円ぐらいですから、1年間8000円外食したらあっという間に使っちゃう金額ですからね。それを考えればね、僕はコスパいいんじゃないかなっていうふうには思いましたね。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで見に行ってみてくださいね。それとこの動画が面白いと思った方、高評価ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた明日、チャオ。